お世話になっております、マサルです。今回はソーシャルエンジニアリングについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずソーシャルエンジニアリングについて概要をお話しします。その後ソーシャルエンジニアリングの代表的な手法についてお話しします。それでは始めていきましょう。ソーシャルエンジニアリングとは、人間の心理的な隙や行動を狙った攻撃のことを言います。機械は様々なセキュリティ機能によって強度を高めることができますが、人間は思い込み、油断、不注意などによって機密情報を漏らしてしまう可能性があります。攻撃者にとってはセキュリティ対策がされている機械よりも人間を騙した方が簡単に攻撃を成功させることができると判断する場合もあります。そのような場合に利用するのがソーシャルエンジニアリングです。では具体的にどのようにしてソーシャルエンジニアリングを行うのか、代表的な攻撃手法を見ていきましょう。ショルダーハックは、攻撃者がユーザーの背後から ID やパスワードの情報を盗み見る攻撃です。非常に単純ですが、喫茶店で作業している時など隣の人のディスプレイが丸見えだったりしますよね。ああいう時に機密情報が見えていると少しヒヤッとしますが、そのようにして攻撃者は背後から情報を盗み取ります。ショルダーハッキングの対策は、ディスプレイに盗み見防止フィルターを貼る、重要な情報を入力する際には周りに人がいないことを確認するなどが対策になります。次のスキャベンジングは、ゴミ箱から機密情報を取得する手法です。機密情報が書いている書類などをそのまま捨ててしまうのはとても危険です。スキャベンジング対策としては、高性能なシュレッダーを利用して復元できないようにする、専門業者に処理を依頼することが対策になります。次は電話です。電話を利用する手法は、上司やシステム管理者、または警察などを装って電話をかけて機密情報を聞き出すというものです。この攻撃もとても単純ですが、従業員の多い会社であればあるほど対策が難しくなる傾向があります。電話を使ったソーシャルエンジニアリング対策は、あらかじめ電話でパスワードなどの重要情報は伝えないというルールを決めておくことが対策になります。次の警告詐欺は、偽の警告画面を表示して不安を煽り、攻撃者が用意した偽のサポートセンターへの入電を促したり、偽のセキュリティ対策サイトに誘導するための手法です。ウェブサイトを見ているときに、いきなりサポートセンターに連絡してくださいと表示された経験ありませんか？あの手の表示はほぼ 100% 詐欺です。ただ業務ネットワークで正規のセキュリティ対策として警告の表示を出すこともあると思いますので、正規の警告メッセージと偽の警告メッセージが判断できるようにするために、正規のセキュリティ画面を周知することや、不安を煽って操作をせかすような警告画面は偽の警告画面であると教育することが対策になります。最後の盗み聞きは、公共の場所で会話を盗み聞きする手法です。公共の場所での会話には十分注意しましょう。攻撃者は会話を盗み聞きして機密情報を取得します。重要な打ち合わせは公共の場所では行わないというルールを決めることが対策になります。それでは今回はソーシャルエンジニアリングについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回ソーシャルエンジニアリングについて一緒に勉強しました。今回お話しした攻撃手法以外にも、最近は SNS を悪用した攻撃もあるそうです。 SNS で社名などを公開している人は少し注意が必要かもしれません。 SNS で DM を送って時間をかけて関係性を作って、警戒心がなくなったところで機密情報を聞き出すなんてこともあるみたいです。新しい攻撃手法として SNS を使った攻撃手法もありますよという話でした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。